いつもご視聴ありがとうございます。今回はバージョン 2.1.0 にて強化された候補数を使っていきます。王朝の守護者は効果時間が 0.4 カウント伸びて 9.2 カウントになるから、亡霊は効果時間が9カウントを超えたあたりで強くなってきますね。強化前と比べるとだいぶ全国でも見かけるようになったぞ。しっかり渾身で発動できればかなりパワーがありますね。さてそろそろ時間だ。戦場に向かおう。いざ戦場へ。食霊はここにあり、我らに立ち塞がる者は全て賊軍だと思え。対戦よろしくお願いします。なんだ、くらえ。突撃。なんだ、突撃。守りきれぬか。UFO を撃破。ひとまず相手のカウンターは遅らせることができた。突撃。心配すんな、なんともねえから。キとアワレ、キとアワレ。ギリギリで少量が取れました。これは大きいな。今は生きよ。流派。お相手が流派。発動。一の方です。これでまた知力が高くなった。さてさてさて。このラインで霊落を打ってくれるなら一旦引くか。突撃。誰が言うと。突撃。くらえ。キとアワレ。余裕が撤退。もったいない。火炎ダメージはかなり痛いな。霊落が終了です。落ち着いて立て直そう。突撃。白茂が撤退。守りが良くないな。これで部隊が整うのがまた遅れる。まず量を撃破。引くか。次が上げるので一の方。一の方。くらえ。戦機。ここで戦機か。まだ攻め続けるようだ。これは不当罪です。ここで三王大号令を再発動です。戦機で知力が上がっている。さっきより火炎が痛いぞ。ここで何をやるかは決められる。効果時間が長いのでここで使っても攻めまで続くだろう。もすれば。メリオダスの霊落も使います。最大武力12だと掴めないが、他に打つ霊落がないな。仕方あるまい。ガラスの大罪がいる限り。このわしが出よう。帽子の縄文です。さすがに気力15の向上は早い。これを貫く。いいぞ。突撃。ここで候補数で対応。増援を使います。攻めで使いたかった。突撃。なんだ。帽子を撃破。さあ部隊を整えて反撃開始だ。すごい。飛竜派の3の型を発動します。3の型。
くらえ。くらえ。ギリギリ強行心が映画効果も乗って武力プラス9だ。パワー。まずは一撃。いいぞ。全軍一つとなれ。流派発動。三の肩。流派の兵略、三王の大号令です。武力上昇値で分かってるが、火炎ダメでどうなるか。ジート哀れ。突撃。まずは流派を撃破。いいぞ。もう一撃。これで逆転だな。ダメ押しです。栄華効果も乗って武力プラスだったが、見当たり次第に壊してしまう。くじっていたか。縄文に散髪ね。この一撃はかなりでかい。ジート哀れ。心配すんな、なんともねえから。筆を残して旅の際、守りきれぬか。ジート哀れ。帽子は取れずか。だがだいぶリードは取った。あとはしっかり守りきる。勝利まであともう少しです。突撃。流派発動。二の肩。同志九段の縄文は仕方あるまい。俺の国となるがいい。さてさてさて、筆を鳴らし、筆を染め、進発せよ。突撃。この突撃。これでだいぶ楽になった。ここで4回目の流歩です。耐えるぞ。少量。これで良かったんだよな。終了。無事勝利できました。龍王の火炎ダメージはかなり厄介だったな。対戦ありがとうございました。また次回。本日の動画は楽しんでいただけましたか？もしよろしければチャンネル登録といいねをしていただけると非常に励みになります。チャンネルメンバーシップではオリジナルの絵文字やメンバーバッジをはじめとした様々な特典を用意しています。この度新しい特典としてリクエストの優先度アップをご用意いたしました。チャンネルを支援していただいているメンバーの皆様の意見を反映させやすくする特典です。詳細はチャンネル登録ボタン近くのメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップへのリンクから確認できます。皆様からいただいた会費は動画のクオリティアップや編集機材への投資など、さらなるチャンネルの発展のためにフル活用させていただきます。もしよろしければぜひこの機会にメンバーシップへのご参加をご検討ください。皆様のご参加をお待ちしております。それではまた次回でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。